さあ今日はなんかちょっとね不思議なこのちょっと緊張状態でありますけども、高橋名人が今日はうちの店に来てくれるというね。高橋名人は1980年代のファミコンブームを牽引したファミコン名人。テレビや映画などに出演し、自身をモデルにしたゲームまで生まれるなど社会現象を巻き起こした。シューティングゲームで1秒間に16発の弾を撃つ16連射は流行語となり、当時の小学生にとってヒーローであり大スターだったのだ。サプラ、あ、こんにちは。おはようございます。おはようございます。名人、どうも高橋名人、はじめまして。高橋名人だ。まあ僕はあの都市伝説しゃべらせていただいて、うん、まあ、いろんな伝説をしゃべる中で、はい、やっぱりこうリアルにこう伝説を持ってる人とこう一緒にねカメラに映らなければいけないんじゃないかと、うん、もう全然名人を追うの全然変わらないですね。いやでも今年もう64になりますからね。64ですか。来年から年金、来年から年金いや十分もらいましょうよ高橋名人。あの16レンジャー、はいはい、まあ、今もう見せてもらっていいですか。もうここで、ありがとうございます。こんな気軽に16連勝やってくれた。思わなかったですよ。もうさあね、もうね16は無理なんだよね。ねこの間最高で10秒間で132かな。132。13連射は維持しているわけですか。うん、いや最高ですよ。昔はなんか本当にね16連射でスイカ割ってましたからね。16連射でスイカ割ってたんですよ高橋名人は。スイカ割ったのあの1回なんだよ、はい、あの映画の1回だけがもう30年言われるからね。今日ちょっといろいろとあの僕もちょっと思い出のものも持ってきてるんですけども。僕も持ってきましたよちょっと。高橋名人が、うん、いやだって持ってきてくれますかって言われたからそれは持ってくるでしょ。でっけえの、わあすげえ、あうわこれすあとねこれあのまあファミコンじゃないけど、はあ、あの PC エンジンのヒューカード。うわちょっと、うわうわ高橋名人ってファミコンから PC エンジン行くんですよね。あのうん、あのハドソンが1987年の10月に PC エンジン発売してるから、はい、まあそっからですね。カトちゃんケンちゃんはこう持ってました。ビックリマン、はい、ネクロマンサーも上海も、ね、ここ全部このページ全部持ってました。このページは全部持ってました。でそのジョイスティックね、おこれちょっとすいません、はい、私物ですもんね。そう私物ですね。私物の名人の私物のジョイスティックです、はい、まああとジョイカードの別なバージョンって知ってます。おブラックだっていう噂は聞いてました。これはねあの山水バージョンって言ってあの音楽の山水さんが作ったんですか。と一緒に作ってこれこっちのちょっと1個これがファミコン用のがありますけど、これがねファミコンのこれが一番最初に作ったやつなんですね。はいはい、はい、でその後作ったのがこれでここにイヤホン挿すと、はい、あの音がこう方向キーのやつでシフトしてくっていう。そんなことまで当時やってたんですか。でファミコンの音よりこっちの方が音綺麗になったやつね。ジョイカードに関してはね、はい、ここの連射スイッチ、うん、これ最初作ってたの私なんですよね。え連射スイッチを作ったの、うん、だって連射するのもうめんどくさくなるじゃないですか。疲れるし、まあ、まあそうですね、うん、それでちょっと回路図書いてもらって、はい、うちの上司に、はい、あの開発関係やってる上司にでそれを最初のコントローラーに組み込んで、はい、こうやってやってたんですよ、はい、そしたら社長が来てそれ便利だなって持ってって、はい、でもう一個作るじゃないですか、はい、そしたら次専務が持ってって、はい、でこんなに持ってかれんだったら売れんじゃねえのと思ってやったのがそしたらこれ100万本売れたんです。100万本ギット、はい、だってファミコン持ってる家庭には大概ありましたもんね。そうそうそう、だってみんな連射めんどくさいでしょ、はあ、だって疲れるからね。でもその連射コントローラーに連射機能をって言ったのも世界初は初ですね。多分最初これですね。ですよね、はい、そうだね、何でも初だわ。ですよね、多分話聞いてたらいろいろなものが出てきますけど、ね、全部もうクリエイティブにね当時もうアイデア出まくったでしょうし、いやさあ来ました。いやさあそのねもう瞬間移動みたいなもんですけども、はい、ここがまあ僕がちょっと用意させていただいた高橋名人に関するものですけど、はい、ツインファミコンっていうものはありますよ ね、はい、でやっぱりまあ
ここから伝説は始まったスターフォース85年ですね。85年、はい、これはあの第1回全国キャラバンファミコン大会の時のもう一発目のソフトですね。ですよね、はい、だからここが僕が1975年生まれですから、うん、ちょうど10歳、はいはい、でこれはもうハドソンに入って何年目ぐらいの出来事、だから僕は82年に入ってるので3年目ですね、はい、ハドソンに入って3年目なんですか、うん、あの元々なんですけど、はい、高橋名人はいろんな、まあ、都市伝説もいっぱいありますけども、うん、僕が聞いてたのはハドソンに入る前、うん、スーパーのレジ打ちだったっていう話を聞いたことあるんです。いやレジ打ちじゃなくて僕八百屋ですよ、青果部。でそこで16年じゃ、うん、スイカそこでもう終わってたんで。スイカは切ってましたよ。スイカ切ってたんですか、うん、スイカ切り売りってね結構難しいのよ。そうなんですか、うん、あれあの種のところに包丁が当たっちゃうと、はい、ズリズリズリっていっちゃうから、はい、売れなくなるのね、そういう傷物は。もう今もうスイカの説明してくれるだけでももう高橋名人満載でズリズリズリとか、うん、もう楽しくてしょうがないですよ。全部16連射にかかってるからこれやってたんだろうってなるんだよね。なるほど、だ当時の小学生ならではの、うん、だ都市伝説って言ったらその高橋名人逮捕っていうのも僕らの世代もうみんなもう高橋名人が逮捕されたぞっていうのは当時ってビッグニュースになりましたもん。いやもういやそうですよ、だって新聞に、はい、出ましたからね。新聞にも出た。高橋名人逮捕されたでびっくりマークとクエスチョンマークがついてて、はいはい、記事をちゃんと読むとそういう噂が流れてるっていう、だから逮捕されてないんですよ。あ、実際噂が流れてるってことですよね、うんうん、でも親父がそういう新聞読んでる時に子供が、はい、名人逮捕されたって本当だったら、あ、大体こういう有名人は脱税だよって言ったら脱税で逮捕されたっていう噂になるでしょ、はいはいはい、であとは、このさっきの連写ね、連写ですよね、うん、はい、これは嘘だった、詐欺だったってね、はあはあ、ここに電極を仕込んでいたんじゃないかとか、はあ、薬を売ってたから薬事法違反じゃないかとか。そうですね、当時ドラッグ説は結構、うん、僕らの地元はもう大概みんなドラッグ説を信じてましたね。ね、でもその16連射がそれぐらい信じられないものだったんですよね、うん、多分ね、はあ、はい、そのね、その、はい、僕ちょっと用意させていただいた資料に、はい、まあ、こちらあるんですけど、はい、このコロコロのファミコンスペシャルっていうのが当時高橋名人覚えてるんですかね。これ86年のですね、ゲームキングだから、あの映画の前ですね。もうこの時はもう社会現象ですもんね。特にこっちですね、このキャラバン、はい、これはもうスターフォースじゃなくてスターソルジャーの段階の、それは第2回目の大会ですね。キャラバンカー作ってね、はい、このデザインをあのここに窓をこのサイズでとかってやったのは私ですね。キャラバンカーもこれデザイン、うん、またやってみたいですよね。もうでもやっぱいろんなあのあれだったじゃないですか、子供たちとの出会いもいっぱいあったんじゃないですか。はい、でここにもうツインファミコンが、はい、ね、この宣伝も高橋名人にやられてるんですね、うん、うちね、あのハドソンってシャープのパソコンの OS も作ってたんで、はい、あ、そういうつながりなんですね、うん、仲がいいのでシャープさんから名人使えねえかっていう話があったみたいで、まあ、だからこれで、なんだろう、そういう面で出演料とかもらってたかどうかは分かりませんけど、まあ、やっぱりそこみんな気になるところだと思うんですね、うんうん、当時高橋名人は実際どれぐらい稼いでたんだという話になりますよね。こんな社会現象を作れるわ、ね、CM にも出るわ、自分のファミコンのカセットまで出るわと、はい、いろいろなものありますもんね。この時ってもう家3軒4軒は建ててる。いや僕はねぶっちゃけ言うと給料です。ああ、うん、でももうやっぱり当時じゃもう固定給っていうかね、入社した時は月給だったんだけど、月給プラスボーナスだけど、はい、83、4年ぐらいから給料体系が変わって、はい、みんな年俸制になったんですね。おららら、うん、給料制の時よりは年間で100万ぐらいは増えたんだけど、うん、まあ、そんな感じですね。それでもこれだってもう普通にだってファミコンのカセットだって世に何万本も出して、うんうん、まあ、先ほど最初にこう、ね、話してくれましたけど、はい、このコントローラー自体も、うん、その100万本、はい、ヒット。だからハドソンの売り上げとしてはね、私が入社した時は確か年間16億ぐらいだったんですけど、85年6年だと200億ぐらいかな。いやもう跳ね上がりがすごかったね。
名人のおかげでビールになった。いやいや、俺のおかげっていうけど、でもこれを作った人がいるわけですよ。いや、もちろんプログラマーとして いますけども、でも宣伝した人の力もでかいじゃないですか。いや、それもあるけれどじゃあそんなこと言ったらプログラマーと私はもらえるけど、総務とか警備の人はもらえないじゃないですか。まあ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 、だからみんな一緒の会社だから、やっぱりみんなで分けましょうっていうことでね。もう一案となってるってことですよね、はい、うん、いやーすごいな。こうやって考えて俺サラリーマンの鏡だよね。いやいや本当ですよ。ファミコンランナーってあるんですよ、はい。でこのファミコンランナーっていう漫画がファミコン全盛期でもちろんあるんですけど、で僕これね、幼稚の頃これ持ってて、はい、表紙が納得分かんない、もう理解できなくなってくるんですよ、表紙が、うん、で最初は高橋名人こう、まあ、いてくれるわけです、はい、でいつもの高橋名人ですけど、うん、時代とともに乗ってくるんでしょうね。2巻になるともう黄色いタンクトップでこれもんですよ。ね、もう全然やるときやりますけど、はい、でも3巻ぐらいから名人なんでこう悟空的になっちゃうんですか。タレントの皆さんだったら分かるでしょうけど、はい、ディレクターさんの考えです。ディレクターさんの考えで、でも問題作がこの4巻ですよ、はい、もうこれはどう解釈すればいいんですか、もう名人。いや、新入生じゃないですか。はい、いや小学館ですよ、ピッカピッカの1年生って言うじゃないですか、はい、だから当然こうじゃないですか。先輩これでもこの裏表紙これもう結構 やってますね。もう大変よこれ。ランドセル手飛んなかったんだから、はい、だからもう一回外してこうやって背負ってる段階でこう背中をこう縛り付けてもらって、はい、ほんでもうその最後の巻の5巻になったらアニメになるんですけども、うん、ここに写真写ってる、もう分かんない、もう馬と一緒、もうそれなんだ、まあ、もう分かんないですよ。やっぱりもうみんな分かんなくなって、うん、はい、もうこれをきっかけに毎週来てくれれば家から全部持ってきますけども。え、いや、別に呼んでくれればいいじゃないですか。もう、はい、もう高橋名人のこの冒険島っていうのも、はい、すごいシリーズじゃないですか、うん、これなかなかこのスケボー乗ってくるんですけど ねもうこれは面白い、でも名作ですよ ねで、ここにね、なんか変に入ってるでしょ、ラベルが入ってますね。はいはい、ね、名人の女性がね、ちょっと、まあ、巨乳のここで、はい、まあ、別に水着着けてるから問題はないはずだったんだけど、うん、当時のハドソンの社長がこれ、ちょっといやらしくないかと。なるほど。で、お母さん方を敵に回すと売れないからこれ隠そうっていうのでその意見を通して、これも一つ、これも伝説じゃないですか。これはね、もうコロコロの編集部さんとかともうみんなで説得して、うん、いや、そんな気にしなくていいっすよって言ったんだけど、もうガンと言ってならなかったですね。でも結果名人の勲章になってますね、まあ、おかげさまで105万本。105万本。でこの冒険島のこれ今現在このファミコンの段階でですよ、はい、冒険島の6かなんかですよね。いや、冒険島はね、ファミコンはね4までなんですよ。あ、うわ、これが2ね、これが2で、これが3で、これが4で、これがファミコンの最後のソフト。これすごいですよ。これ僕今気軽にこれ触っちゃっていいのかわかんないですけど、はい、これ市場10万とかですよ今。そうね、10万超えてるかもしれない、ね、10万超えてる、はい、すごいんですよ、はい、これ取引されてるの。すごい、これね、ファミコン最後のゲームなんですよ。ファミコン最後のゲーム、任天堂で公式出ている一番最後のタイトルがこの4なんですね。1990年ですね、うん、90年のスーパーファミコンが、まあ、夏に出るじゃないですか。で91年とか94年ぐらいまでファミコンの棚がね、おもちゃ屋さんから消えなかったんですよ、うんうん、でもう一発出しても売れるんじゃないかっていうのが営業から来て、うん、はい、じゃあ簡単にどこの許諾もいらないで作れそうなのを出そうぜって時に冒険島が選ばれたんですね、うん、で出すんですけど、作っていくうちに発売する時に棚がどん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 縮小されてって、なるほどな、うん、注文がね集まんなかったから高いんですよ。市場の数が少ないから。少ない、うん、でもそういうもうストーリー、最後のもうファミコンからスーパーファミコンにスライドするところのもうストーリーも混じってですよね。そうですね、もう本当に。
これは僕らはもう憧れのものだったわけですよ。そうですね、はい、だけどね、あのこれに慣れてる子はね、やっぱりちょっと操作しづらいんだよね、これがね。あのこうやってね、みんなやってたのはこうやって握ってこうやってやってたんだよね、はいはい、でも本当はちょっとつまむようにして軽くやるのがいいんだよね、はいはいはい、うん、それがまだね、小学生だと僕も握ってガリ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 やってましたから、ね、うん、割慣れるとすげえこうやって連射もしやすいし楽なんだけど、名人、はい、そんな簡単に16年じゃやんないでくださいよ。16年じゃやんないでくださいよ。せっかくだ、じゃあ何かやりますか。スターフォース、スターフォースでちょっと16連射見させていただいていいですか。大丈夫ですよ、はい、ありがとうございます。いやでもこのね、本当にね、ツインファミコン今もうこれ稼働してね、スターフォースが画面に映ってますけど、でこれ越しのこのジョイスティック、そして名人、これスクショタイムですよ、これスクショタイム。いやじゃあちょっと行きますね。あ、スタート。あのね、昔はね、電車も下の方で連射してもダメなんですよ。下の方から、はいはい、上の方に行くわけ。上の方で、そうすると弾が繋がるから連射が見える。はい、こう一連でも、ね、電車を見せるテクニックとしてはこれがね、必要なんですよ。じゃあこれも本当にいろんな、もうゲーム実況とかやってる人もたくさんいるじゃないですか、マジで。で、そういう人たちにも、伝える、こう、技ですよね。スターフォースとか、まあ、はね、1画面の中に弾3発しか表示できないんですよ。おお、1画面の中に弾3発、うん、スペースインベーダーは1発でしょ、はい、だからその1発が敵に当たるか上に消えるかしないと次の弾が出てこないんですよ、ね、はい、だからそれと一緒でこのスターフォースも3発出ないんですよね。だから下の方で3発出しちゃうとそれが消えるまで連射してるように見えないから、だから基本その右上の方にいつも初めていたりね、最初はね。でこれがラリオスですね。これですね。あ、光った。うわ、今んだと 10発必要だったね。でもあれですよね、今ので最初16連射できてるかどうかを数を数えるきっかけを作ったのが今ですね、はい、で今だともう光る前に2発ぐらいいってるから、今は秒間10発で、10発、これ偶数だとね、左に向かって、え、どういうことですか。100の桁が偶数だとこのコアが左に行って、奇数だと右に行く、点数がですよね、はい、知らなかったわそれ知ってたら小学校の時、ね、でも高橋名人、でも今ってゲーム関係の仕事は今やられてるんですか。あのね、実はね、これスターガニアンって言うんですけど、やっぱり僕はね仕込んでんじゃないかと思ったんですよ。いや、昨年クラウドファンディングでちょっと申し込んだら見事に成功しまして、はい、発表いたしまして倍になったのかな。おで、もう業務から倍に、スターガニオンっていうね、シューティングゲームを、あれ今作って、縦スクロールのシューティングゲームを今作ってます。今ね、やっぱり連射をする機会ってあんまりないじゃないですか、はい、だからそのスターガニアも基本的にはボタンを押しっぱなしでもいけるんですけれど、はい、そこで連射をすることでもっとパワーになって楽しくなるよっていう仕組みを入れてる。うわ、面白い。そのシステムの中に入れてるんですね、ゲームのシステムの中に、はいはい、だからボスキャラの時もうこうやって押しっぱなしでもいいんだけど、そこに自分の手を加えることでパワーがちょっと強くなるとかね。なるほどなるほど、はい、でもそれが何で発売するんですか。それはね、今スイッチで、あ、任天堂スイッチで、はいはい、うわ、またこれ革命起きるでしょいろいろな、これやばいでしょ。でもそれ高橋名人と一緒にゲームを作れるわけですもんね。そうですね、ゲームの中に参加してて、だから当然クラウドファンディングに協力していただいた方は最後のエンドクレジットに名前出てきます。うわ、すげえ、もう今更ですけど、はい、乗ることって考えないんですか。いいですよ、じゃあ、はい、遠慮いくらでも差し上げますよ、もう全然もう本当ですか。いやいや、全然乗らせてくださいよ。いや、もうちょっともう時間的にないけど、なんかキャラクターを描いてくれたら、え、採用しますよ。本当ですか、うん、もう魔物みたいなの描きますよあんまり細かいのはね、ちょっと分かるけど、うん、はいはい、でも、はい、いや、エンド、まあ、そのエンドのクレジットに、うん、ミスター都市伝説って入れてもらえるんですか。あ、それはもうね、はい、で、あと金額でね、文字の大きさも大きくなってますよ。し、目指しちゃうぞ目指しちゃうぞ
いやでもちょっとね、はい、今感動がいっぱいでありまして、はい、いやこのジョイスティックで本当にこう16連射も生で見させていただきましたから、新しいキャラバンの形を本当に作って、はい、なんかこう展開したいなと僕の中で思ってまして、うんうんうん、あの新宿で今アルタビジョンがありますんで、はい、あそこでまずスターフォースのこの伝説を蘇らせましょうよ。名人、名人ちょっとね、アルタ？そう、あのこれあの読んでみて意気投合、その名人がどういう人かわからないと僕も言えなかったんですけど、多分大丈夫じゃないかなって。これすごいいきなりもう無茶ぶりをやってますけど、実はアルタビジョン使って関さん、うん、あのやりたいことをやってくださいって僕言われてるんですよ。だからあれだったら、じゃああのアルタビジョンで俺あの伝説の高橋名人を呼んで16連勝をみんなと見たいっていうのを企画を実は裏で勝手に上げてましたそしたらアルタさんはぜひって言うんで、じゃああとはもう高橋名人をどうするかだなっていうので、もうスタッフがもうわーって盛り上がっていただいて、失敗できねえじゃん。いやそれ本当にドキドキしてきた名人、はい、アルタビジョンのこの下に来てますけども、ね、アルタビジョンにちょっと、V が流れるそうなんでね、ちょっと待ちましょう。はい、ではついアルタビジョンをご覧の皆さん、ミスター都市伝説関明夫です。この後あの伝説の高橋名人の16連射がアルタビジョンで蘇る。いやアルタビジョンで16連射が蘇るから、新たな伝説の目撃者となる。そうです、信じるか信じないかはあなた次第です。おい、いや素晴らしいじゃないですか、ね、名人、名人帰ってきたじゃないですか、もう、うん、大ビジョンの下にこんな派手になったら失敗したら恥ずかしいね。いやいや多分まあここまあいる人たちもみんなもう高橋名人といえば16連射っていうのはもう頭に入ってると思うんですけど。あ、ありがとうございます。たださん文句言っていい？はい、狭いんだよこれ。あの俺さ肘をつけてこうだからこうやったらほらここにコントローラーを変えちゃダメなのよ。そうです ね、これと今これゲームはまだ接続されてない。いや接続されてるんです。あ、もう上に出てる、はい、これデモプレイっていうかこれあれでしょ。これはそうですね、はいはいはい。じゃあ16連射のことね。じゃあ頑張る頑張る頑張りましょう、はい、いきます。はいはい、あ、始まりました。うわ、感動感動感動、あ、16連射になった。いや名人、名人すごい。うわすごい、大画面で蘇ってますよ。アルタビジョンで伝説が蘇っております。16連射じゃないですか。いや中国来る、来るとですね、まだまだまだ、まだね、もうちょっと先です。集中集中で、ああ、あ、あの、オーバーがきつくて。いや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 、素晴らしいですよ名人、懐かしい。おじさん頑張ってます。おじさん頑張っております。名人、うわさすが。これコツとかあるんですか？コツはもうとにかく早く打つことです。あ、とにかく、うん、これからね、ラビオス、ラビオス来ますよ、はい、音が16連射。うわ、あ、はい、いやでもいいですよ、いいですよ。ちょうど気をつけて気抜いた。いやでももう立派ですよ。やべえ、恥ずかしいな。いやだけど、はい、あのこれ YouTube にアップするときは、はい、失敗する直前で切ってくださいね。失敗する直前で切ります、うん、はい、どう切るか切らないか僕次第ですから。いやいや、あ、本当、いや、はい、恥ずかしい。え、これで名人どうやってやるんですか？僕ね、中指、あのちょうどこれ高さ的に中指がちょうどいい高さなんですよ。はい、で、こうですね。え、真上から落とすんですか？真上からこう、縦にこう振幅させる。え、これほら、こうやって手乗りですよ、手乗り手乗り16、うん、え、でもこれぐらいな感じなんですね。うん、スイッチもこれできるんですか？スイッチも、HDMI だからつなぎ直せばいけるよ。あ、スイッチでちょっとビジョンでやってみる、見せてみましょうか。あ、いいですよ、うん。
これでも高橋名人、僕今これもうちょっと大魔界村やらせてもらいますけど、はいはい、うわこれアルタビジョンで大魔界村やれるなんてもう大人になったもんだ、ね、はぁ、来ましたわぁ懐かしい、あはいはいはい、これ僕覚えてるんですよ、ここで宝箱出るんですよ、うん、はい、いや魔界村のこの音楽も好きだったですね、はいはい、魔界村って難しいよね、難しいですね、1回やられると身ぐるみ剥がされるしね、名人はあれですか、その大魔界村とか当時これやってた、いやーやってないです、僕はパナソンの社員なので、あそうですね、他社さんのゲームを紹介する時間がないですよね、パナソンがスーパーマリオとかあんまりこう握れないわけですね、そうそうそう、だからスーパーマリオが出た時に、あれはテレビ東京さんかな、はい、に番組に呼ばれて、はい、でその時にマッチ本物のマッチさんと、はいはい、中森明菜さんがゲストで来るっていうんで、はい、あ俺明菜さんに会えると思って一生懸命行ったの、はい、そしたらまあ来なかったんですけど、明菜その当時なんか特にその2人ダメですよね、ちょっとねいろいろなスキャンダルがあって、そうでマリオから始めてほしいっていうんで、はい、マッチがスーパーマリオをやってるシーンから始まって、はい、その後2人でスターソルジャーやりました、マッチもスターソルジャーやったんですか、マッチもやりましたね、でも、まあ、そんな感じで今喋りながらもやってましたけども、ね、はい、これ面白いですねやっぱね、だからねマッチ顔見知りになったらね、うん、文化放送に入って、うん、廊下の一番向こうから、うん、名人って呼ぶわけ、はい、こっぱずかしくてしょうがなかったんで、いやでも近藤真彦さんにそんなこと言われるの嬉しいですよ、ね、僕としてもね名人大魔界村もできましたから、はい、今日本当もう感無量で、はい、ありがとうございます、はい、でも今日ね一日本当名人ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、贅沢ですね、だから僕ら世代としたら多分名人にね会いたいと思ってる人多分たくさんいると思うんですよ、だからちょっとね僕もいろいろ動きますよもう多分ね世代的にね関と近い人もいっぱいいると思うんで、もう無理やりにでも高橋名人を外に引っ張り出していきますんで、いやこれでも全員やっぱりね今共感する時代ですから、体感してね一緒にね共有していただければな、そのゲームできたらでも全国キャラバン一緒に回りましょうよあいいっすよ、ほんでもう決勝戦はね新宿アルタビジョンでみたいな感じでやりましょうよ